WBC、韓国メディアが並べる日本の課題、幸運続き、2桁残類、村上3三振。侍ジャパンの劇的サヨナラ勝利は、韓国でも大々的に報じられた、大谷がヘルメット取って全力で走り2塁につくと報告し、村上の敵地打でホームを踏んだマイ・デイリー、本塁打記録の主人公である若き巨峰が日本を脱落危機から救ったイ・デイリー。 WBC 創設以来、最も劇的な試合と言っても過言ではない、おまニュース、と決勝進出を好意的に取り上げている。しかし、中には米国との決勝を前に不安要素を並べるメディアも。スポーツ韓国は、日本は予選で韓国を除き、1位を争う相手もいない、はちみつ。 ででででで連勝勝に進出し、し A 組で2勝2敗の乱戦戦弱体していいたた。イタリアと対戦する幸運まで続いたメキシコ戦は事実上初めてきちんとしたチームとの対戦だったと日本はラッキー4つよだったとしたさらにメキシコ戦も極度に低迷した村上を中心に使いこの日も8回まで3三振していた先発の佐々木が4回3失点した後 山本が長すぎた。球速が落ちるばかりだった5回6回の満塁で代打を送ることもできたが最後まで既存の打者にこだわって得点に失敗したりもしたと課題を並べ22日の決勝戦についても日本は2桁残塁の苦しい試合をした。 果たして米国戦に栗山監督の傭兵術と信頼の野球がどんな結果を出すか関心を集めると厳しい論調で締めくくっている以下はネチズンのコメントをまとめたものです私別に嫌感ではないが素直に両チームを称えるスポーツマンシップってもんがないのかね 村上が3三振するほどメキシコが強かったんだし、メキシコの投手がランナー出しながら守りきっていたから17残塁もしたんだよ。両チームどもにノーエラーだから決して幸運で勝ったわけじゃない。閉塞した韓国マスコミを象徴するような論調だな。1位を争う、争った意識はなかったですけど13、4と1番点差が開いた楽勝でしたんで現実と足元を見てからものを言えよ。 今後も同グループに入ってくれ後味悪いから試合はしたくないけど計算できる相手なので韓国はこのようなメディアがいるから世界レベルに達しないのでしょうねこれは今回の WBC に対する記事だけではなく整形含めてですもう少し客観的な報道ができないとますます自国の信用がなくなると思います。 韓国が絡むとスポーツがスポーツでなくなる韓国には勝っても日本が優勝したとしても後味が悪く感じるなんか韓国選手の仕草、動作がガサツで感じ悪いんですこの点中国選手はいい感じだった習近平は怖いけれどそんなのスポーツでは関係ないそれから韓国の時だけ日韓戦 表現ししないで欲しいでイタリア戦っていうのと同じように韓国戦でいい永遠のライバルとか宿敵とか宿命とか何で韓国が相手の時だけ言うのか野球でアジアエリアでのライバルはオーストラリア台湾もそれからいずれ中国もライバルになるだろう 得点でわかると思うが韓国が一番楽勝な試合だったオーストラリアがライバルだったが勝ててよかったチェコのマインドや中国が野球においてはスポーツマンシップを持ち合わせていたこといろいろ経験できたのは日本としてよかった日本は予選で韓国を除き1位を争う相手もいない予選では1位を争う相手がいなかったこっちが正解でしょ なんで3大会連続予選敗退の自分たちを持ち上げてるんだろう他のデータは確かに事実だけど最初の一文で信頼性が損なわれる日本は予選で韓国を除き1位を争う相手もいないハチミツで4連勝で八強に進出しオーストラリアに負けてよく言えるなご指摘は正しいところはありますが まあ確かに今日の試合、メキシコ戦、は厳しい評価をされても仕方のない点も多々あったようにも思う。だがマイアミに来ているのは日本を除けばすべてアメリカ大陸の国ばかり、キューバに至ってはマイアミなんぞ東京、九州くらいな距離感だろう大谷やダルビッシュらメジャー組はアメリカ日本で時差ボケならし、また日本アメリカで時差ボケならしの2連発だ。 他の選手だってイタリア戦のあと強行軍で地球の裏側まですっ飛んで試合に臨んでいるその例を考えれば日本だけがかなりの貧乏くじを引いていることも言及してくれなきゃねここで韓国を除く意味はあるのかな準決勝いけなかったチームよりいけたオーストラリアの方が強いと思うそれに時差ボケの問題もあるから日本だって本調子じゃない 栗山監督だってねぶたかっただろうけどね今回から導入されているリプレイ検証で政府がアウトに翻ったからねずっと見てたけどなかなか判定出さずに球審が嫌そうにグー出した時には思わず昔の疑惑の判定思い出した日本は予選で韓国を除き1位を争う相手もいない かき間違いかな韓国と1位争いをしてた記憶がないけど、相変わらず自分たちの弱さを認められない人たちですね。あ、そういえば大学のサッカー日韓戦も日本にボロ負けでしたね。いつまでもライバルと思われるのも迷惑なのだけれど。幸運続きとあるが、どんな競技でも世界大会で優勝するところは運も味方しているものだよ。まあ。 フェアプレートは遠藤いそちらの国では運に味方されることはないから知らないのかもしれないけどメキシコもオーストラリアもチェコも中国も最後まで本当に楽しく試合が見られました日本が勝ったから言っているわけではありませんよスポーツマンシップにのっとって行われる試合には勝敗だけでは語れない価値があるのです どういうわけかある国とだけは勝っても負けても後味が悪いのでできればもう対戦したくないです課題だらけと悪評を吐き捨てるチームにボロ負けをした自分たちの現実を見るべきでしょうね野球の技術以上にもう少し学ぶべきことがあるのではないでしょうか同じグループにいた韓国に言われるとは思わなかったがグループ AB と CD との間の差が大きかったのは事実 ここで負けてしまうと日本はプール C か D なら予選落ちだったなんていう輩が絶対出てきたはずその意味で準決勝だけは石にかじりついても勝ってよかった過去2大会のジンクスを破ったことも含め非常に価値の高い一勝だった日本のことより自国のことを気にしないと 1R で日本に惨敗して 力の差を見せつけられてよく日本の準決勝の戦いぶりについて論じることができるな 1R での敗因をしっかり分析して次の大会に備えて強化していかないとまずはメディアから意識改革まあリザルトスタッツでは残塁が多く村上は3三,三振なのは間違いないなそれが課題かと言われれば残塁に関してはそうでしょう 村上は今日の一打で払拭したと思いたいそして韓国という国ではなく異様にプライドの高い韓国メディアだけが悪目立ちして日本への敵対心が凄まじい故に選手たちも萎縮したり相手よりも身内を気にしすぎてリスペクトを表に出せなかったりするんじゃないかな韓国人もいい人たくさんいるのに一時が万事になって 国籍だけで毛嫌いする人が増えてるのはメディアのせいだと思う。